プラグコードは火花点火内燃機関の点火プラグに高電圧の点火電流を供給するための電線である。ハイテンションコードと呼ばれる場合もある。プラグコードはイグニッションコイルで作られた高電圧の電流をエンジンルーム内の離れた場所にあるディストリビューターや電化プラグへ送る導線である。エンジンの運転中は高圧の電流が断続的に流れ、 エンジンの発熱による高温にさらされることから、絶縁性と耐熱性に優れた被覆が用いられている。カーメーカーの純製品は新線にカーボンを用いて、ゴムで被覆されたものが多く、サードパーティー製品では、性能向上のために新線を、銅線、被覆をシリコンとした製品や、新線を二重とする場合もある。プラグコードの抵抗が小さいほど点火プラグでの点火エネルギーが高く、 エンジンの性能が向上する一方、抵抗を小さくすると、電気ノイズが発生して、カーオーディオや、エッケなどに悪影響を与える場合がある。一般には、プラグキャップなどに抵抗体を組み込んだり1 6 k ω m ルの芯線が用いているが、芯線の抵抗を低くして、巻き線の巻き方を変えたり、複数の芯線を螺旋状にした構造のものが、 サードパーティー各社から製品化されている。ダイレクトイグニッションの普及とともにプラグコードが用いられる自動車は減ってきているが、プラグコードが用いられる場合はエンジンに用いられる。プラグと同数のプラグコードが使用され、さらに、イグニッションコイルと別体のディストリビューターで点火電流を分配している場合にはこれらを結ぶコードが一本加わる。 イグニッションコイルとディストリビューターを結線するコードは他のプラグコードと区別してセンターコードとも呼ばれる。ありがとうございます。